はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ついにやってまいりました 3.5 周年記念超降臨ガシャですね。こちらを弾いてみたいと思います。今回はですね、3.5 周年ということもあり、4の倍数ですね、倍数セット目で SSR 交換所チケット付き8月ですね、8月分が1枚おまけでついてきます。4の倍数目でついてきます。そして何よりも今見えております、城太郎と城助、赤のですね、太郎助ですね、赤の太郎助でいいのかな、がやってまいります。もう本当にぶっ壊れですね。これを目指して、取っていこうと思います。前回ね、天国露伴ですね、取らなかったので、ガシャを引かなかったので、そちらもね目指して取っていこうと思います。まずはこちらですね、赤のタロスケですねを狙っていきます。そして破壊ですね、ブレイクスキルの破壊、これがですねもう本当にすごいというしか言いようがないですね。こちらを狙って頑張ってやっていこうと思います。まずは6セット、これ以内で取れるかというところですね。さあ、一発目はですね、自力ガシャです。1セット目、自力ガシャ、参ります。さあ、泡の色は何色だ？さあ、ドラララララララ、おーやじー。さあ2枚目、ふんがみ、3枚目、どこ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 、ジョセフ、4枚目、そろそろ出てきてください、カミオさん。さあ5枚目、厳しい、辻アイヤ、6枚目、ドラララララで奥安、7枚目、これはなんか嫌な予感がする。8枚目厳しい、9枚目はさあどうだ、9枚目、おっと来た、よし、何が来る、赤字、やりました、赤字ですね、やりました、赤字です、ありがとうございます。バイトアタストです、赤字にバイトアタスト、いきなりバイトアタスト発動1、さあ1で終わってしまった、ちょっと悲しいぞ。さあ BTU ニアブー、これはいい、びっくりしました、いやーよかったです。前回のね、前回というかガシャチケですね、惨敗でした。悪夢のガシャチケがねあったので、なんとしても、自力ガシャは全て SSR 1枚は確実にね欲しいところです。本当にあれは悲しかったな。さあ2セット目、こちらも自力ガシャですね、頑張っていきたいと思います。では参ります。さあ泡の色は何色だ、そして稲妻が走ってるのか、さあドラララララで白色が、ジョータローハンティング、ドラララララ、ジョインギーン、ドラララ、全部あ白か、白は初だな、あっと4回目はそうだ、4枚目はそうだ、これはちょっと悪い気がする、5枚目、弾まだ、嫌な予感がしかしない、嫌な予感がしない、6枚目、7枚目は、さあどうだ、ジョアダロ8枚目、うわセットが悪すぎる、さあ9枚目ラスト、うわこれはもしかしたら終わってしまった、うわ残念すぎる、残念すぎます。そして1、2、3、2セット目はこれで終わるか、ワンモアは輝くのか、ワンモアで輝きもしない、バイザー1セット目でバイザー出す、おっと来た、なんだ、おやりました、いきなり赤太郎助やりました。セットが悪いと思って諦めておりましたが、やってまいりました、赤
ジョータロー、タロスケ、アカタロスケ、やりました、ありがとうございます、ゲットだぜ。いやー、これで2セット目は救われた感じです。ワンモアが輝きました。これで安心ですね。あとは天国露伴がね、取れればいいというところでしょうか。さあ3セット目ですね。3セット目、SSR2 枚は確定ですね。 SSR2 枚確定、3枚以上欲しいな。では3セット目参ります。さあ泡の色は当然、おっと泡の色は白ですね。稲妻は当然走っておりますが、ハンティング、さあ2枚目、どこ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 、早いうちに SSR1 枚出てきてほしい。ホルフォース、3枚目ねえな。さあ4枚目来い、んー何も来ない。ダビー、5枚目、おっと来ました。さあ何が出てくる、エースは十分。タロスケ、タロスケが出ました。タロスケに続いてタロスケ、さあどこどこどこ、5枚目、6枚目ですね。そして7枚目、んーバニラアイス、8枚目ドラララでティディダン、さあ9枚目、さあ何が出てくる、演出は十分だ。バイザーダースト、黒尻です。さあアビリティが上がってくれるかどうか、うん、悪くはないです、悪くはないです、悪くはないです。そしてバイツアタクソー出る、必ず出ております。 そして1位バイツアタクソー、続いても来るか。さあ来ました、バイツアタクソー2位。さあさあ、そしてあー3枚目にはいかなかった。そしてアビリティアップなるか、あー全スルー、つらいな、こちらもスルー。さあ4セット目ですね、4セット目、この時に今ですね、こちらのビギナーズガシャと一緒のですね、もらいますね、こちらをがついてくるので、まあ4セット目頑張っていきましょう。では参ります。さあ泡の色は何色だ、稲妻は走っているのか。さあどこ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 、これは何だ。ジョナスさん2枚目、おっと金色が発動した、ちょっとは大丈夫なのか。さあどうなのか、ジョスケ3枚、4枚目、さあ奥安が出て5枚目、1枚目、おっと出ました、2枚以上確定、やりました、アオディオやりました、ありがとうございます。ラララララ、マニッシュボール、さあ6枚目、ロハン、天国ロハンやってきてほしいですね。7枚目カメオ、さあ8枚目が、あこれ9枚目か、おっとジョセリサがやってまいりました、ジョセリサチャレンジです。セット数間違えましたね、セット数ね、枚数確定間違えましたけど、これは女性さんにバイツアダストが来てほしい。そっちか、いやアオディオに来ることは悪くはないんですが、アオディオは十分覚醒してる、まあ十分覚醒してるといえば女性さんの方が覚醒はしてるんですけどね。さあうわプラス2で止まった。さあ女性さんアビリティはアップ、よし13になりました、アビリティが13、20の13、頭いいですね、やりました、よしよし、あと2つです、あと2つとなりました。おっとアビリティが3つ上がったぞ、これもこれですごいぞ。あプラス7だったんですね、1、うん、まあいいでしょう、よかったです。そして SS 期間限定 SSR 交換チケットですねをもらいました、良かったです。さあそして5枚5セット目ですね、5セット目、5セット目はピックアップですね、ピックアップは天国露伴、こちらが欲しいです。そしてもう1枚ね、何か来てくれればいいかなという感じです。では5セット目参ります。さあ1枚は確定、
稲妻が走っているかどうかです。そこにかかっております。さあどこ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 、マニッシュボール。さあ 2枚目、ドラララ、ジョースケ。さあ3枚目、どこ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 、ケイチョウ。4枚目はジョースケ、また見たね。さあおっと何が来る、アオディオ、ありがとうございます。アオディオ悪くはないです。悪くはない。おっともう1枚来た。さあ来い、違うロハンが来た。じゃんけんロハンじゃない、天国が、天国が欲しいんだ。オインゴー。さあ3枚は確定しております。さあアオディオがピックアップなのか、最後のおバイスケ、バイスケはピックアップではなかったですね。では、アオディオですね。さあ1、2、3、さあここで輝いてほしいですが、奥安。さあドラドラ、さあ来ました、何が来る、コウタロウですね。コウタロウ出てるのは悪くないですね。ありがとうございます。ありがとう。じゃんけんの方がちょっとよかったかなっていう感じです。あー、サービティアップならず。さあじゃんけんロハン、緑スカレーが相変わらず出てきておりますが、天国ロハンは緑なのに出てきてくれておりません。これはアビリティ一つも上がらず、出たのはいいけどアビリティ一つも上がらず、ちょっと残念すぎます。さあ今回はですね6セット目で、この動画を終わろうと思います。次はどうしようかなと、まあ6セット目を引いて見てですね考えましょう。では6セット目、2枚以上は、2枚は確定。では参ります。さあ演出はね十分見れるので、稲妻走って虹ですね、虹泡です。さあどうだ、ドラララ、追い足。さあそしてブラッフォード3枚目、少し安心ですけど4枚ぐらい欲しいですね。4枚欲しい、贅沢を言いましょう。さあオインゴが5枚目、さあ敵だ、何が来る、やりました、プラス1で赤タロスケ来ました、よかった。さあどこどこどこでハンティング。さあ7枚目かな、8枚目ですね。さあラスト2枚しか確定して2枚です。さあ演出は十分、あ大当たりなんです、大当たりです。大当たりなのになぜか素直に喜べない自分がいる。さあどこ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 、天国露伴が欲しい、天国露伴が、さあ来た来た来た、天国露伴、バイスダースト、バイスダースト、いや引いてるのは全く悪くないですね。さあアビリティがこれはプラス4になりますね。もうすごい強い、良くなります。バイスダースト発動してくれておりません。アビリティアップならず、残念すぎます。結構強くなったんだけどな。7セット目いこうかどうしようか、ちょっと悩みのところですが、一応ですね、今回のガシャ動画は以上とさせていただきます。少しですね天国露伴が欲しい気もするしますし、3.5 周年ということでね、ちょっと大盤振る舞い、運営がしてくれたので、ちょっと私も課金した方がいいのかなとか思ってますが、ちょっと悩まさせてください。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またガシャ引くかどうか分かりませんが、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラス。